まいラジオのんべんだらり。はい、始まりました。のんべんだらりです。こんにちは。こんにちは。あのね、私最近、第2のブームで、ここ1週間ぐらい、吊るしまくっとんの。めっちゃ吊るしとんの。あの、第2のブームって言うけど、第1のブームは私ら知らん話、それ。いや、そうやろ。第1のブームも知っとんの、みんな。第1のブーム、吊るしじゃなくって、敷き詰めとったんやけど、ぴっちり敷き詰めとったんやけど、真っ白に。真っ白に。わかった。白に敷き詰めとったのは、なんか箱を買ってきて収納を敷き詰めとった。イエスやな。なんか。ほんで何をえっとね、また第二のブームが来て、別に多分やんどるわけではないと私は思っとんねやけど、第一のブームを知らない方のために説明すると、あ、そうやね、第一のブームはですね、その時は本当に多分精神的に結構参ってるピークが来てて、キッチンのカウンター下の収納をシンデレラフィットと呼ばれるように、もう寸分狂いなくぴっちりケースを入れて、ここはメラミンスポンジ、ここは水切りネット、今もその状態で、その状態よ、ずっとね。素晴らしい、保てとんの、使いやすいんよ、もう。すごい。そうなん、そこと調味料のところが第一次ブームやったんやけど、調味料ももうそこにシンデレラフィットするものを探し、もうぴっちり挟まってる今も。素晴らしい。はい、で、それでですね、第二のブームが1週間ぐらい前から来てて、もうね、吊るすことばっかりを考えているんです。何を吊るすかと申し上げますとですね、今度はキッチンちょっとある程度片付いてきたので、次は浴室。ちょっと想像ついてきましたか？はい、ついてきましたよ。ついてきましたか？ついてきましたけど、どうぞ。はい、じゃあ続けます。浴室のシャンプーの下とか、ぬめるやん。ぬめるよな。なんかサクサクと音が誰かリンゴ切っとらへん。あ、ごめん、私が人参を切ってる。すごい、めっちゃ静かに切っとったのに。いやいや、結構軽快な音がサクサクしとる。あ、ほんと、じゃあ切らんとくわ。全然いい、大丈夫。咀嚼音みたいに、なんか心地よい音なので大丈夫。ほんと、はい、はい、じゃあ続けます。はい、はい、そうそう、で、ぬめりとかね、あるので、最近流行っとんねやんな、インスタとかでさ、浴室収納とかってやるとさ、もうね、めちゃくちゃみんな吊るしてる。そう、お分かりいただけましたでしょうか？はい。で、置いとる？置いてる。言いたい、私。あ、いいよいいよ、言っていて。もう吊るすのね、死んだけを言っとるよ、私。何があるの？浮かしとる。浮かしちゃう。ちょっと待って、浮く以外に何があるの、あと。浴室から、そういうシャンプーとかそういうものを全撤去した。ちょっと、いるやん。だから、無理やん。だから、入るたびに自分が必要なものを持って行って、で、使い終わったら、お風呂が上がると同時に一緒に浴室から出して、脱衣所に置いとる。それみんな違うものを使っとるの？チョイスしていくわけ？自分が使うものを。そう。でも石鹸は？固形？ボディーソープか石鹸。あ、ボディーソープ？ボトル。石鹸のものはない。ないか。石鹸すら今浮かせられるんやって。
吊るすってことな。そういうこと。石鹸もな、うん、うまく説明できるかな。蛇口みたいな形のがマグネットで付けられて、うん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 、浴室の壁ってほとんど磁石ひっつくやん。うんうん、もっちゃんもよくあのスマホとかペタってひっつけるって言うとったやん、うんうんうん、やでよね、うん、浴室の壁が全部マグネットひっつくもんで、うん、ペタッとひっつけて蛇口みたいなのが出とって、その蛇口の先っぽにトゲトゲがついとって、うんうん、石鹸をグッて、わかる、うん、わかった、石鹸を上向きにギュッて差し込むんやって、うん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 、で浮かすんやって、ギュッてやるやなそう、ギュッて差し込む感じで、全てが浮かせられるという。えみちゃんはもう浮かせた、うん、あの宙吊りに、宙吊りっていうかね、あのぶら下げた、ほとんどぶら下がっとるけど、うん、どうしても ぶら下げられやんやつがあるんやわ、うんうんうん、でそれをどうやってぶら下げたらいいやろってことが目下の悩みです。何をぶら下げんの。何ね、あの、なんちゅうかな、娘たちが使っとるシャンプーとかは、うん、普通の、まあ、プッシュ式のやつやもんで、うんうん、それは100均とかでも浮かせる方法いくらでもあるんや、まあ、途中のところになんかひっつけてキュッてあの、うんうん、フックがつけられる、うんうん、やけど、なるほど、メンズの皮脂が多い人たちはそれじゃなくて、うん、オクトっていうシャンプーを使っとんやけどな、うんうんうん、わかる、うん、それはなプッシュ式じゃなくてもっと入り口狭くってそれがひっつかへんのよ、うん、それだけがどう浮かせたらいいのか、もうそこだけ他は全部だいたい浮いた私は吊るしたけどやめた方だよ。なんで、ずっとじゃない、全部じゃないけどある程度吊るしとったけど、うんうん、だってポンプ式のシャンプーって押すとき力加わるやんそれな、だから片手でできへんやんか、外しとる外しとる、だから外すとも手間がもう嫌やし。なるほどね。そう、あとやっぱそう、うんうん、あのね今吊るしとるのは、うんうん、お風呂の桶、手桶と洗面器、うんうんうん、とスポンジは吊るしとるけど、うん、あのさ、なんかちょっと当たった瞬間とかさ落ちてこうへん？あ、当たる？あのね、背中とか手が当たったりするとフックが小さいと落ちてくるんやんね。なるほどなるほど。でフックから落ちるのがめんどくさいから、うん、フックにストッパーがついてるやつあるやん。うん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 、うん、とかフックが深いやつにすると、うんうん、取るときにスムーズに取れへんの。うん、なるほどね。でも私よね、せっかちやからもうな、あの何かを取るのに両手を使いたくないの、うん、なるほどね、片手で済ましたいと。そうなんってなると、うん、私にとっては吊り下げはよろしくなかったと。毎日の吊り下げをやるより、うんうん、3日に1回の掃除の方が私は楽やったんかな。なるほどね、うんうん、なるほど。だからめっちゃふ、なに、 S 字フックめっちゃあってさどうしようかなみたいな。え、変わんの？私今 S 字フックを今から買いに行こうとしたところなんやけど。じゃ、その S 字フックもちゃんと選んだ方がええんやで、うん、なんかクリって本当にしまっとるやつもあるんやな、ぐにゃってなって。そう、うんうん、でなんかその引っ掛けるとこの太さとか、うん、でお風呂に使うんやったら錆びたらあかんから、ステンレスじゃなかったかもね、うんうんうん、なんかちょうどいいのとかがないのな。なるほどね。じゃあほんでな、ちょうどいいのを探すとな、うん、結局みんなな山崎実業に行き着くんやなと思って。あ、そう、使っとる山崎実業のものって家にある？あるある。やっぱ使っとるかも。あの会社、うん、あの会社天才やなって、ね、うん、思うの。こう微妙にこう痒いところに手が届くような商品がさ、うん、でしかも白と黒でシンプルやもんな。そうなんだよ、そうなんだよ、本当に、うん、そう。だから山崎実業の今注文しようかどうしようか、でももっちゃんの一言でますますどうしようかって迷っとる。
山崎実業の商品なら、うん、アピタに売っとるよ実物。あー実物ね、なんか見てからのは良くない？ あそう、期待を裏切られることはあんねやろか。絶大なる信頼ないけど。あのそうやな、アピタのあれは何、ルナワールド、うん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 、あそこにもある。うん、でもな、私な、物を増やすのが嫌なんだ。そうなんで、うん、だから買うときにすっごい迷うよな。どうするって、うん、迷う。うんうん、そうなん。もうさ、あかねちゃんちみたいに外に出したら。実を言うとさ、うん、私の物はほとんどないんやん。あ、そうなん？そうなん。そうなんです。うん、で、しかも私、うん、立ったまんま全部終わるんやん。座らへんねん。え、うん、もっちゃんさ、さっきさ、力が入らんって言っとったけど、私立ったまま全部終わらすで。だから両手使えるわ。そうなん。座らへんの。ハイパーせっかちやろ、だから。うん、せっかちの上を行っとるね。行ったね。でも、湯船の中は1時間浸かるんやけど、よ、もう外はもうずっと立ったままな。座らんのや。座らん。なんかよっこらしょってするのが嫌で、座ることすらないの。そうなん。うん、いやで、その持ち込まない式は結構いいんやけど、あ、子供らにか、それをな。あの、あ、えみちゃんとこは子供さんが、うん、まあ、女子がおるやんね。うん、そう。で、私自分の実家で、うん、私とお姉ちゃんそれぞれシャンプーとか違ったんやけど、それです、それです。だからめちゃくちゃ多いの。へえ。片ややっぱり、なんちゅうの、あんまりこう刺激の強いやつはダメでみたいな、うん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 、で片や香り重視で、すごいジュレームみたいな、すんごい匂いがきついやつじゃないと嫌みたいなさ。へえ。バラバラなの。そうなんや。そうなの、そうなの。でそれはエミちゃんが全部買ってきてあげるの、なくなったら。いやいや、それがですね、はあ、私あんまり日用雑貨を買ったことがない。え、誰が買うの？うちのご主人さん大好きなんです、あの、うん、そういうのが、が言っとったね、うんうん、そうなんです。で、新しいなんちゅうの、マイペットみたいなんとかも、マイペットしか私知らんけど、うん、いろんなやつ出とるやん、各社。マイペットは古いけどね、なんか。マイペットでも、あ、そうそう、それの進化系ね。イエスイエスイエス、そういうのそう、そういうのとか、なんちゅうの、向こう空間みたいなやつとか、うん、私新製品情報は疎いんやけど、あるの、買ってきてもらって、気づけばあるの。それはさ、うん、使い終わる、全部使い切れるの？それよ、それよ。さらに問題はそこよ、うん、そこよ、うん、でも私思うんやけど、多分うちの旦那さんはそれが趣味なんやと思うんや、うん、もう、あの、買ってくるのがね、いろんな新製品を試してみたいみたいな、うん、はいはい。しかもまあ雑貨なんで、はあ、なんちゅうの、ホビー用品じゃないわけや。そうね。やでさ、うん、まああんまり強くは言えない、うんうんうん、このめっちゃ、例えば無駄なものやったら、うん、ちょっとやめてよとは言えるんやけど、はあ、そうなんです。だからエステとかの商品があるんだよ、うん、え、使い切れへんの、やっぱり。だから仕方ないで、私何するやつかわからんけど、それを最後までなんとか液体を使い切るそうなぁそう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 、なんかわからんけどみたいなものが、消臭なのか何なのか、拭くやつなのか、どこを拭くのかみたいないや、私そういうの、私全然買ってなくて、うん、そう、もうお風呂はカビキラー1本、カビキラーと、そっか、何だっけ、ピンクル、ああ、うん、はい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 、北斗晶ね、そうそうそう、うん、もうトイレはなんと、うん、私ハンドソープでトイレ洗うのへえ、石鹸は石鹸やんか、うん、そうやね、ハンドソープとか、なんかいただき物 のバブルバスとか、うん、残るもんね、うん、そういうのを使わんからさ、もう泡立つでえっかと思って、思うよ、そんで、うん、
そうなん、しかもなかなか減らへん。減らんよ。だからそんなにあったら私使い切れやんと思って。せやろ。バスマジックリンみたいなものも3種類ぐらいあるわけよ、ボトルが。え、それはさ、旦那さん買ってきてくれた後は使うんですか？あ、掃除もするよ。する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 んや。する。じゃあええの。うん、だけどまだちょびっと残っとんのに次のが出てくるわけよ。うん、ね、欲しくなるよ。わかる気もする。まあね、新しいのがそういうタイミングで出てくるんやろね、きっと世の中の中では。よくドラッグストアに行くんや。そう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 、ドラッグストアかホームセンターな。で、娘さんにこれどう、うん、って買ってくるの。そうやね、なんかかゆいなとかって言うと、うん、そのシャンプーが出てくるよね。へえ、そうなんです。やっぱさ、うん、うちの父親と似とるなと思ったよ。喜んでいいのか、どうしたらいいのか、誇りと思ったらいいのか。誇りで、ごめんけど誇りではないけど、なんかちょっとした、痒いなとか、いい匂いのがいいなとか、うん、甘いの食べたいなとか、この前も甘いお酒飲みたいって、妹が帰ってきて全員集合した時に、うん、甘いお酒が飲みたいと言ったら、うん、もうめちゃくちゃバリエーション豊かに買ってきて、うん、そういうタイプにしよう。だいたい外れとるけどねみたいな。すごいよくわからんもの、うん、でもこう、うん、さあか、それを思い出したもん今。なんか痒いってなったらもういろんなさ薬とかいろんな病院とかさ。そうだね。そう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 。やっぱ似とるな。ちょっと似とってごめんね。謝られた。いや、いいんですよ。公平です。そうそう。だから、うん、あの合言葉はその食べ物にしても同じで、うん、あかねちゃんのお父さんと一緒で、うん、もう足らないよりも余った方がいいよねっつって、うんうん、言って、うん、買う。そう、なんか吊るしとる場合じゃないんやけどね。なんか、うん、そんだけ吊るすとお風呂の中すごい吊るされとるってことや。そうそうそう。でもそれこそ、うん、インスタで綺麗に吊るされとる人たちは、うん、色もこだわって、それこそ白なら白。そうやね。うん、でもそんなん私いちいちボトルに詰め替えとる暇がないぐらい次々と新しいのが来るわけよ。うんうん。あだからなんていうんだろう、ホームセンターが浴室ならにできたから吊るされとって19とかできたのかも。うんうん、そう。そんな感じです。そうなん。そう。なんか私と全然違いすぎて、うん、だってうちは歯ブラシ、歯磨き粉とかなくなったら言ってくんの。うん、いいのよ、それ。うんうんうん。でさ、シュミテクト買ってきてって言われるんやけど、うん、うん、一緒一緒、うちもシュミテクト。で、シュミテクト買いに行ったら、うん、カムテクトが安い時とかあるんさ。カムテクト、ちょっと待って。そうなんの？カムテクトが分かります。カムテクトもあんの、シュミテクトもあんの。うん、カムテクトはなんかポリデントみたいな名前けど大丈夫？別に。カムテクト多分一緒やと思うよ。へー、その歯、歯肉が弱ってる人みたいなね。なるほど、うんうん、でそれさ、カムテクト買ったらさ安いで、うん、俺が欲しいのはシュミテクトなんやけどとか言ってくるわけよ。うんうんうん、まあ言うわね。で自分で行けばみたいな。そうそう、自分で行けばになるんよ、ほんとに。で、その男の人のシャンプーとかも、うんうん、たまに行くと買ってくるんやけど、うん、でもこれどこで買ってきたんって聞くと、なんか会社の近くとか言うから、うんうん、うちの近くのドラッグストアにないこともあるやんね、やっぱり。あー、そうだね。で、買ってきてって言われて買いに行ったら、うん、まあ、なかったりとか、うん、思いがけず高いとかあるやん。うん、そうですよ。うん、だからちょっと安いのに変えたろとか言ってさ、変えたる時もあるの。うんうんうん、もちゃんと分かって言ってくるからな。買うやん。そら気づくやろ。読めるもん、ちゃんと。よく似たパッケージのものとか、なんか類似品を買ってくるから、それは。
そう、ね、言ってくるのさ。で、あ、ごめんなかったとか言って。嘘ついた。なかったことにするやね、うん、もう、うん。そう、もうなかったことにして。で、シャンプーはいいけど、うち固形石鹸も置いてあるのね。うん。うん、で、その固形石鹸は私とかしか使わんのやけど、うんうん、なんで使うかっていうと、もらって家にあるから仕方がなく使うみたいな。うんうん。うんうん。で、その石鹸ってさ、あの石鹸置きみたいな入れ物に置くやんね。うん、うん、そうですね。でも子供とか、まあ旦那はそうでもないかな、子供たちって、全く気にしないから、そういうものを、うん。シャワーを使いまくって、その石鹸置きが、水浸しになってるのよ。はいはいはい。で、気づくと石鹸全部溶けとるみたいな。うんうんうん。そういうこととかが今まであって、うん、で、私が使ってるラッシュっていうとこの石鹸は固形石鹸なのね。うん、うんうんうん。ラッシュが溶けとった時にはもうめっちゃ痛い。いらーってきて、あんたこのシャンプーいくらすると思ったのみたいな。そうやね。そうやね。それはもう、そのまま入れ物に移し替えて、うん。溶けたやつをこう大さじで使いながら液体シャンプーとかで使ったけど、なるほど ね、 ね、そうなんだよね。それぞれの基準でさ、こう浴室が浴室だけでもね、そんな感じやでさ、うん、マイルールでみんな行くから、そうやな、うん、なるほどな。あかねちゃんみたいに戦闘方式がいいかもな。うんうんうん、銭湯出かけますよ方式。そう、あの、そうすると案外これ使ってないのにずっと浴室に置いてあったというものも、うん、浮き彫りにされてくる。わかるわかる、そうやな、うん、あるよな、うんうんうん、あるある。そう、意外とそういうものが多いよね、うん、私これ終わったらあのお風呂掃除してくるわ。そうね、うん、そうね、うずうずしてきた。そうやろ、浴室やっぱ綺麗やと気持ちやもんな。せやな、ちょっとカビキラー降ってくるわ。うん、はい、気をつけて、そろそろ、ね、あの、なんやったあの粉。あ、オキシクリーン。あ、そうそう、気をつけて、オキシクリーンには。そうね、期待が反映するからね。うん、そうな。はい、じゃあ、皆さん年末に向けていろんなところ掃除をすると思いますけれども、はい、吊るしすぎには注意ということで、はい、程よい具合に吊るしたいと思います。はい、はい、はい、じゃあまた来週。はい、また来週。皆さんも良いつるしライフを。はい。